今回も始まってまいりました、とんのチャンネルの時間でございます。よろしくお願いいたします。今回はですね、実はゲストの方に来ていただいておりまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします、はい。鈴木エタアーバンと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょうど手前に本がありますけど、はい、そうですね、この本を執筆しておりまして、あ、まあ、そうですね、はい、オールデンレンズのことのポートレートに関して、うん、まあいろいろ記事を書いたり、うん、はい、しております。で今回ですね、アーバンさんに来ていただいたのが、実は新刊が出たということで、いやそうですね、ありがとうございます。続編ということでよろしいんですか。はい、ちょうど2冊目ですね、はい。前作がポートレートのためのオールドレンズ入門ということで50本紹介したんですけども、うんうんうん、すごいですよね。いや50本結構しんどいですよ。しんどいですね。だいぶ気合を入れましたけれども、はい、で次はポートレートのためのオールドレンズ撮影マニュアルというところで、はいはいはい、ノウハウ本になってまして、なんか結構このこの本 の、はい、そのノウハウの部分、撮影ノウハウの部分を扱った本って感じでちょっと見させていただいて、はい、ありがとうございます。そんな感じでよろしいんですか。そうですね、特にこれは今度前作はおすすめの50本って書いてあるんですけど、うんうんうん、今回厳選20本という感じ で、はい、かなり厳選をして、うんうん、まあ、代表的なレンズもありながらそれについて撮り方、うん、順光逆光のシチュエーションを全て網羅して、うん、はい、その特徴をですね、なんかその1本に対してのページをちょっと多めに撮って、はい、まあ、そのレンズの使い方であったりとか、まあ、そのなんか現像どうしたらいいよとか、なんかそういうこと結構書かれてた感じなんですけど、はい、で内容が濃いって感じですよね。 ありがとうございます。前作より、はい、20本に集約しましたので、はい、1本あたり6ページぐらい、もう、あ、そうですね、そうですね、はい、使って作例もかなりね、いっぱい1本あたりいっぱい入ってたなっていう印象ありました。ね、はい、かなり気合い入れました。はい、はい、ちなみにこれ今回の本ってレンズのセレクトってなんかこう、はい、こういうこだわりがあってみたいなのあるんですか。ですね、前回50本も、うんうん、広角から望遠までですね、 20mm から 135mm まで網羅したんですけども、うんうん、一応今回も、28mm から、はいはいはい、まあ、105mm ぐらいまで、はい、135mm かなまで、20本ですね、セレクトしてます、うん、で結構僕ちょっと見せてもらったんですけど、はいはい、35mm 扱った気がします。35mm のオールドレンズってやっぱ問い合わせ来ませんか、上野さん。来ます。で結構困るんですよ、ワンパターンになっちゃうんですよね、うん、なんか 35mm で安くて面白くて、うんうん、オールドレンズらしいのってありませんかってよく質問来るんですけど、はいはいはい、なかなかなくて。そうなんですよ、なんか、1箇所いいと1箇所ちょっと、はい、あ、そうですね、例えばその PO4 とかだと APS-C です、ね、はいはいはい、みたいな蹴られちゃう、フルサイズは蹴られちゃう、そうそう、じゃフルサイズで 35mm カバーして、うん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 、値段が安くて写りがいいってなると、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ狭くなるなかなかないですよね。ないです、ないです、はい、っていうのは、うん、APS-C で最近、うん、カメラ、うんうん、特に富士とか力入れてるので、うん、あの辺のカメラでも標準域的に使えるように、うんうんうん、やっぱ 35mm 広角を少し厚めに、うん、はい、特殊してるっていう特徴ありますね、うん、なんかちょっと見せていただいてそんな傾向なのかな、はい、あと結構この1冊目で扱ってた本をさらに深掘りしてる感じのレンズ多かったですよね。特にこの辺もちょっと載ってますけど、うん、プラナーとかね、撮り方のところをよく質問されるので、うんうんうん、そこに関してはこういうふうにやるとフレアが出やすいよとか、うん、そういったことを本書の中では細かく記載しているという形になりますね、うんうん、なるほど、はい、じゃあちょっと早速内容の方を今回見せていただけるということで、はい、ぜひ。頭のページですよね。あ、そうですね、この写真個人的に好きです。 ありがとうございます。これはズミル、今回紹介しますけど、ズミルXの 50mm の1.5 ですね。あ、いいっすよね、ポートレートめっちゃ向いてますよね。めちゃめちゃ向いてますね。で1本目はこちらですね、クセノンの 40-1.9、はい、これロボット用で大丈夫なの。ロボット用ですね。そもそも多分番組をご覧になってる方であんまりロボットっていうマウントを、あ、まあそうですね、はい、昔からフィルムやってる人は結構してるけど、うんうんうん、なんかそのいまいちマイナーなカメラかもしれないですよね。ちょっと一発目これにフィーチャーしてるっていうのが、うん、なかなか中身もマニアックなんですけども、うん、この 40mm ってやっぱり使いやすい価格で、そうですね、はい、かつ 1.9 ですね。 1.9 なのでポートレートもいけちゃうよ、スナップももちろんですけども、うんうん、ポートレートもいけちゃうよ。ちなみに、はい、ロボットって画角ちょっと狭いじゃないですか、フルサイズで。あ、そうですね。で 35mm カバーするんですか。これはですね、実は、うん、ここにも載ってますけど、第2世代を選べばフルサイズでも十分使えるっ
ていうことを書いてありまして、第一世代はダメってことですか？ダメなんですよ。第一世代は、はい、私も結構試したんですけど、うん、やっぱ第一世代かっこいいんですけどね、うん、あのシルバード強度で、鉄のやつですね。そうそうそう、はい、ただあの周辺がやっぱりかなり蹴られるというか、あ、なるほど、はい、このロボットマウントのレンズ自体 24mm×24mm、まあ、四角なんですね、うんうん、こういう感じで、あ、そうです。赤の線で書いてあるのがいわゆる今の、うん、ミラーレスフルサイズのデジタルカメラで撮ると、うんうん、この 24×36 というサイズですね、うんうんうん、でロボット班というのがこの真ん中に書いてある、うん、黄色の真四角の 24×24、うん、いわゆるスクエアってやつですよね。そうですね、うん、はい、でそれをまあベストに使うのはこの今の APS-C がいいんですけれども、うんうん、実はですねこのクセノンに関しては、うん、の第二世代に関してはフルサイズも実は蹴られなく、うん、はい、使えるというのが最大の特徴で、なるほど、まあ、ソニーのアルファとかで使っても周辺まで結構美味しく使えちゃう、うん、そうですよね。ちょっとその作例の方、ね、周辺この辺ですかね、はい、結構周辺、そうですね、これ少し暗く落ち込んでるだけでちゃんと改造してます、ちゃんと改造してますね。その、はい、蹴られてる感じはないですね。ないです。しかもこれ F1.9 開放なんですよね。そうですね、はい、結構発色もいいですね。いいですね、うん、はい、で少しこうぐるぐるボケの傾向もありながら、うん、髪の毛のところとか結構逆光で柔らかくふわっとなるような描写、メリハリはしっかりしてて、さすがクセノンって感じですね。なんか結構クセノンってこう、うん、逆光に弱いイメージありますけど、やっぱコーティングされてる戦後のやつとかは結構ね、はい、逆光でもしっかり映るっていう感じですよね。色再現結構いいですよね。あ、いいと思います。これで、ね、うん、1970年代のレンズで、うん、まあ、第二世代、うん、でかなり第一世代と比べて発色、うん、まあ、コントラスト、うん、あとは周辺が強くなったんですね。でそれはなんかなぜかというと、おそらくロボットマウントのレンズって、うん、2424のスクエアだったんですけど、うんうん、フルサイズのロボットのフィルムカメラも、あ、出てますね、ロイヤルみたいなやつですね、はい、ロイヤル、そうですね、はい、作られたので、はい、一応なんかそれにも対応できるように、あ、両方いけるような設計になってる可能性があるってことですね。あ、それは結構ありえますね、推測しましたね、うん、いや映りいいな。いや、これは来ると思いますよ。なんかあんま使ってきていないんですけど、これちなみに価格帯どんなもんですか？いや、安いですね。これですね、はい、私 eBay で見つけたんですけど、うんうんうん、そもそもロボットのカメラを持っていて、はい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 、それにレンズがなくてこれ買ったんですよ、うん、で3万円ぐらいですね。だいぶリーズナブルですね。でマウントもですね、うん、ちゃんと出てるんで、アダプターですね。最近また出てますよね。出てますね、うんうん、なのでじゃあ結構狙い目かもしれない、ね、今後多分人気が出ていくんじゃないかな。あ、そういう情報ね、貴重なんですね。だから日本国内の店舗とかね、うんうん、置いてくれたら結構ユーザーさん買いに行ったり試しに行ってみたいっていう、うん、結構僕昔やってたんですけど、はい、カメラ付きで買ったりするのいいですよね、うんうん、多分 ね、ロボットとかだとね、はい、レンズ単体ってなかなか売ってないから。そうですね、だいたいセットになっちゃうかもしれないですね。カメラ可愛いですし、ね、可愛いです。で今2424も現像してくれるので、うん、ああ現像してくれるんですね。でスキャンもちゃんと真四角でスキャンしてくれるので、じゃあなんかハッセル使わなくともスクエアが撮れるっていう、うん、二眼とかで美味しい、はい、で60何枚撮れちゃうんで、あ、そうか、枚数的にも美味しいですよ ね、 そうですね。今ちょっとフィルムの値段が上がってる現状では1枚でも多く撮りたい。そ、 それをああやって結構いい、うん、描写で撮れるので、うん、かなり僕を今回押してますね、おすすめです。あ、じゃあフィルムで使ってもいいしデジタルでもいいみたいな、はい、そうですね。いや、いいですね、はい、いやいいですね。いや、マニアックながらちょっと一押し、1本目から濃いですね。いや、なかなかあんま紹介してないですけど、ね、はい、で次2本目いってみましょうか、はい、次はもうズミルックス、いや、まあ王道ですよ、ね、これ50の 1.4、はい、これあれですよね、第一世代になります、第一世代前期ですね。これこっちの1冊目の本でも紹介されてま す、はい、てますね、僕の中でなんかズミルックスといえばアーバンさんみたいなところが、ちょうどこの本のですね、うんうん、表紙に前作というか、うん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 、ズミルックスの前の方のズマリット、うん、字のよく出るね、うん、レンズを紹介してるんですけれども、うん、これ の、 こう次のレンズですね、うんうんうん、進化版のレンズになっていて、うん、それの前期型という形ですね。最初期型っていうのもローレットが逆になってる、うんうんうん、なんかすごいレアなやつとかもあるんですけども、その後に出たモデル、まあ、ズミルックスといえばやっぱりにじみって感じですよね。いや、そうですね、にじみは結構
これもまあ作例です、ね、作例を見ていきたいと思います、はい、ちょうど光が当たってるところとかこのねこのちょっとこの柔らかい柔らかいですよね。ピントはしっかりくるけど柔らかいっていう ねこれいいな。この髪の毛下のところとかもあれですね。でも、はい、ちょうど雪、雪が降っていて、うん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 、止んだタイミングなんですね。これ、うん、新潟の越後湯沢に撮影に。おー、越後湯沢いいですね。いや、よかったです。あの辺ちょっとなんかあの、はい、全然余談になりますけど、はいはい、なんかこうトンネル抜けたら雪みたいな、ね、ああ、そうですね。で、これあの写真3メートルぐらいの雪の壁をバックに撮ってるんですよ、うんうんうん、で、前も道路を挟んで3メートルの雪の壁があるので、うんうんうん、いわゆるちょっと白堀的な感じで光がものすごい、はい、光が綺麗に回るっていう自然のスタジオですね。自然光の白いスタジオみたいな。いや、もう最高のロケーションでした、ね、あ、いいですね、はい、で、たまたま雪が止んだ時に光が出てきて撮ったっていう、うんうんうん、結構ね、アーバンさんこのレンズ多用されてるイメージあるんですけど。あ、そうですね、一群。いや、一群ですね、僕の中で。 50mm ってやっぱり皆さん本数も持ってらっしゃると思いますし、うん、お気に入りのレンズって絶対お持ちだと思う。それぞれにやっぱ推しレンズみたいなのありますよ ね、うん、僕は50の 1.4 だとズミルックスはかなり推しレンズ。このファーストの前期は推しですね。なんかそのズミルックス使う上で、例えばじゃあにじみちょっと強調したいよっていう時になんか撮影的なポイントみたいなのあるんですか？ですね、やっぱり逆光で、ね、撮るのはそうなんですけども、うん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 、光をこう強く当てすぎるよりは、うん、結構あの少ない光量で、うん、露出をきれいに調整して撮るとにじみが際立つので。ああ、じゃあそのガツンと強い光入れるっていうよりかは、うんうんうん、まあその光が回ってる中でちょっとシャドウ側からちょっと明け目で撮ってあげるみたいな。そうすると綺麗ですね、まあ、っていうのがこの本に載ってると、はい、載ってます、ね、はい、で、この作例のようにあの緩い逆光っていうところで、うん、撮るっていうのがベストです。あと階調がかなりいいの。これ肌も結構階調が綺麗に描かれてる、ね、なんかこう飛び気味かと思いきやちゃんとトーン出てますよね。これ何もやってないんですよ。何もやってないっていうのはすごいですね。レフすらも当ててない、ね、そう、いいレンズってレフいらないですよね。いらないですね。すごいわかる。びっくりですよね。だからやっぱり皆さんライカってやっぱ高いイメージあると思うんですけど、これまあ20万円ぐらいですかね、うんうん、だんだん上がってきてますよね、うん、高いイメージあるんですけども、やっぱそれ相応の写り、はいはいはい、ちなみにセカンドあるじゃないですか、やっぱファーストの方がおすすめですか、うん、はい、あの僕はね完全にファーストですね。あの何が違うかというと、うん、にじみの量がやっぱりそうですね、違いますよね、わかる、うん、で、あのセカンドになると少し硬くなっちゃうんですよ、うん、あのいい意味でちゃんと写っちゃうんですよね。そうですね。なのでどうしてもオールドレンズ的な今みたいな昨年のような柔らかい描写を楽しみたいのであれば、やっぱ前期をおすすめしたいな、うんうん、そうですね。で、あの昨年でにじみのところを、うんうんうん、あの強調した指の写真も載せたんですけど、こちらですね、はい、うん、これちょうど左手のですね中指にピントを合わせていて、うん、ここですか、はい、はい、それでこの親指がこう右手の親指がかかってると思うんですけど、もうこの辺りは全部、うん、全体がにじんでます ね、もう、はい、あと服の袖のところとか、この柔らかさっていうのがいいですね、はい、やっぱりファーストの持ち味かなと。で、わかります。ピントがこう外れてるアウトフォーカスの部分からこう優しくこうにじむような感じになるので、やっぱり女性を撮るときにはかなり肌綺麗に映りますよ ね、単純に、うん、それやっぱり喜ばれますよね、うんうん、そうですね、なんかやっぱ魅力毎回いいなと思っちゃいますね。わかる。3本目、はい、行ってみましょうか。こちらですね。いや、また来ました、ノリタ。ノリタの作例紹介してる本なんてあんまないんじゃないかなって個人的に思って、ここ最近見ないかもしれないです ね、うん、昭和に結構ね話題になってるんですけど、なんかやっぱこの令和に入って初じゃないですか、うんうん、そうです、なかなか取り上げないだろう。これ中盤ですよね。中盤ですね、66ですね、66用の、はい、レンズで、はい、なかなかねこの F2 って珍しいんですよ ね、明るいレンズ、はい、これ以上明るくなると、あのワミヤセコールの、そうですね、81.9 ですかね、 1.9 ですね、はい、あれが一番明るいぐらい で、はい、そうですね、あと80-2だとあのコンタクスの645のプラナーとか、あとあのハッセルの400とか、ね、なんかあの辺でも、はいはい、本当に限られた一部の明るいレンズって感じですね。だいたい 2.8 止まりがほとんどですね。そうですね、そうですね、とか、で、そのマミヤセコールが出る前まで、うん、最も明るい明るさを誇ってたレンズ、これあれなんですよ、
っぱり中盤レンズということもあって今回 GFX の 50S2、うん、あ今回 GFX 使って、はい、最新のやつをちょっと使いまして、あ、いいですよ。やっぱり中盤用のレンズなので、うんうん、フォーマットも限りなくね大きいものに、まあ、なるべく大きく撮ってあげた方が、ねはい、いいかなという感じはありますね、うん、もったいないですもんね。そうですね、うん、今この写ってる右側のポートレートの作例だとやっぱり光がこう飽和するイメージがあって、うんこれも開放なんですけども、うん、あの中心とかはしっかり写りながらも、うん、やっぱりあの今のレンズにはない柔らかさっていうのは、うん、そうなんですよね、はい、ありますよね、うん、なんかそのやっぱりこうなんだろう日差し感とか、うんうんうん、やっぱそういうちょっと感性的なところが映るっていうのが面白いですよね、うんはい、昔のレンズ。これ F2 なのに写りがものすごくいいんですよね、うんうん、それはねすごいなって今見てもこれポートレートではないんですけど いいですね。ちょっとこれ拡大してみましょう。あぜひここ、ね、しっかりピントは来てるけれども美しいですよね。いやこれ深度浅いっすね。浅いっすよね。めちゃくちゃ浅いっすね。めちゃくちゃ浅いっす。厳密に言うとこのアクセサリーには合ってないですよね。うん全然もう、はい、下のフォーカス外れてますよね、はい、下の文字に合ってますね、うん、でこれちょっと現像の時に、うん、まあ、ちょっと拡大していただきますか、はいはいはい、これは流車乗せてないのかな。そうですねこれはそのまま出していてこれしかも開放ですね、うんうん、ああ、うん、ね。ピントはしっかりしてますね。しっかりしてますね、うん、これだけのとおりでやっぱりシャドウのこの開張感っていうのがものすごい美しくて、うんうんうん、そうですねこれ結構そのまあ、直射、まあ、ガラスは通してるけど、うんうんうん、割とその直射に近い光だから、はい、結構コントラストあるシチュエーションとか、ね、そうですね。そうなので、うん、やっぱりこれをちゃんと描ききるのってやっぱラージフォーマットがあるからっていうのは感じましたね、うん、GFX の 50S2 をやっぱ使ってそれまでは α でも試したことあったんですけど、うんうんうん、なんかこういまいちなんですよね、うんうん、であの 50S2 に変えてからやっぱなんかノリタの本領というか、うんうん、あそれはすごい思います、ねうん、そういう気がしましたね、うん、全然違う。これちなみにアダプターどうしてですか。あいやこれはですねアダプターのことは今回書いてないんですけども、うん、このちょっとアダプター結構ねちょっと大変ですよね、うん、そうですね。チャンネルの中でちょっとご紹介すると、うん、購入は eBay で購入します、うんうん、で、おそらく、うん、その販売者の方が独自で作っているアダプターで、GFX ノリタのアダプターなんですね。あるんですね。あります。1万5000円ぐらい。はい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 、で、ちょっと残念だったのが、うん、内面反射処理が全然されてなくて。ああ、じゃあなんか後から貼っちゃう感じですか。後からそのAmazonとかで売ってる反射防止シートをきれいに、ファインシャットとか。あ、そうです。きれいに貼って、でそれでやっとまあ 100% に近い、あの性能を発揮できるような。形にはなってますね。さすがにそのアダプター の, そ の,、ね、あ, のあるかないかみたいな情報がないと、はい、なかなか、ね、なかなか買うの勇気いりますもん ね、はい、で先ほど の, そのノリタのこの作例ですけれども、うん、今回 GFX ということもあって、うん、内蔵のフィルムシミュレーションですね。あもう富士といえばそうですそうですフィルムシミュレーション、はい、のクラシックネガを使ってクラシックネガ人気ですよね。いや人気ですねクラシックネガを使ってで現像をしているっていうページ、まあ、6ページ中2ページぐらいはそのクラシックネガ、はい、ほぼ取って出しですね。あ、はい、取って出しプラスノリタ GFX で、うん、こんだけ出るよこんだけっぽいよっていうのをちょっと表現してます、ね、結構フィルムに近づく感じしますか。あそうですね今回はそしてフィルムに近づけるような形で作例載せたので、うん、アマンさんあれですもんねフィルムもされるから、うん、結構両方の写り、うん、結構よく分かってらっしゃる、はいはい、そうですねやっぱりクラシックネガはフィルムに近いと思います、うん、一番近いフィルムシミュレーション色が色ですね粒子とかも粒子はですね、うん本体機能のグレインエフェクトとかを使うと、まあ、それっぽくはなるんですけど、うんまあ、ライトルームもその機能があって、うん、ある程度自分でこうお好みの粒子感を設定すれば、うん、それっぽくはなるんですけど僕 の, その結構フィルムに近しい粒子感っていうのも本書で設定値を紹介してますので。じゃああれですかその富士じゃなくてもあ、まあ、そうですいけるってこといけますいけますぽいぽい粒子、はい、その何、クラシックネガ風とかそうですね例えばなんか、まあ、業務用とかはい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 、はいはい、あじゃあそれも記事があるってことありますもんちょっとその辺もあそうです、ね、聞いてみましょうか、はい、今
回の特徴としてレンズを20本、はい、作例と撮影方法を紹介しているのに加えて、現像についてもですね、30ページ以上ページを割いて紹介していますと、はいはい、それはそのあれですか、フィルムライクに見せる現像って感じ、はい、そうですね、一つは、現像のスタートからエンドまでの僕のワークフローを紹介している。おっと、公開していいんですか？いや結構ね、ダメだったんですけど。それ、あの虎の巻じゃないですか。いや虎の巻ですね。公開していいんですか？はい、それをですね、ちょっとガチのやつを書いちゃいました。じゃあこれを読めば、そうです、この前作の本で要望が多かったんですよ、現像をやり方を教えてほしい、はい、知りたい、でちょっとフィルムっぽくも知りたいなっていうのも結構言われてたので、そのスタートエンドまでのワークフローに加えて、フィルム風の現像を3本ですね、はいはいはい、紹介しております。なるほど。で先ほどお見せしたものがこちらですよね。はい、これがですね、コダックのゴールド200です。今、コダックの一般常用フィルムですかね。中級ぐらいになるんですかね。そうですね。今、だいたい1000円以下ぐらいで、一番買いやすいレベルかなと、ポートラが一番上ですもんね。ポートラ一番上、ポートラエクターが一番上。はい、今、一番下というか、はい、買いやすいフィルムですね。はい、でこれコダックゴールドですけど、あと富士の業務用スペリア と、はい、もう一つは富士のもう廃盤になってしまったプロ 400H の現像方法を紹介している。プロ400懐かしい、はあ、未だ人気なので、今だってメルカリとかで3000円とかしますよ、1本、だったらこの本読んで、はい、その現像を学んでもらえれば、いやこれ3000円しないんで。そうなんですよ、あのフィルム高いんですよ最近。いやそうですよね本当に、はい、でこれ今お見せしてるのは、コダックゴールドのフィルムカメラで撮ったものでして、次ちょっとスライドしてもらっていいですか、はい、これがですねデジタルの EOS の 6D で撮ってレンズが同じもの、カメラのメーカーも一緒です、はい、でも似てますね、確かに、ね、もうちょっともう一回スライドしていただきます、どっちって言われると結構分かんないか、はい、多分プリントしあったら絶対分かんないですね、でちょっとフィルムの方をまず拡大していただきたいんですけど、粒子感、ちょっとこういう感じで、スキャンしてるので、あでも、フィルムの感じ出てますね、はい、でデジタルの方もちょっと拡大してもらうと、なんか粒子感出てる出てる出てる、粒子感っぽいですね、はい、これはライトルームの設定なんですけど、はい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 、あじゃあその辺が書いてある、まあ、そのレシピが、はい、それは読まないとダメですね、で、プリセットとしてコピーしてもらえれば、うん、であの他のこの今これ巡航のシーンなんですけど、巡航のシーンで適用すると、結構ほぼほぼいろんなシーンで試したんですよ、でもそのパラメータをコピーれば、はい、そうです、こうなるみたいな、そうです、めっちゃ親切じゃないですか、これねこっちが虎の巻ですね、あ結構時間をかけて、はい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 、これあの比較をしてるんですよ、毎回作り方を同じシーンをデジタルとフィルムで撮って、で解析というか色を近づける方法をいろいろいろんなパターンを編み出して、で今回描いてるので、なるほど、フィルムが好きな人で、僕が思い当たったのは、あのオールのレンズで撮ればフィルムっぽくなるのかなと思って期待して始めた派なんですよ、はいはいはい、全然違うじゃないかみたいな、ちょっとベクトルが ねなんか近しいんだけれども、なんかその超えられない壁みたいなのはありますよね、はい、それで結構ショックを受けたスタートがあったので、だったらこう同じ人も絶対いると思って、オールドレンズ使ったらフィルムっぽくなるよねって期待してる方もいらっしゃると思うので、じゃあそのね、なんだろう、α7 使ってて、はい、富士羨ましいなって人とかは、そうそうそう、これをぜひ、はい、見てプリセあの設定して、ちょっとプリセット当ててもらうと、あれなんかフィルムっぽいなみたいな、そうですね、はい、フィルムっぽくなってますね、はい、他にもプロ 400H 業務用100っていうところを紹介してるので、プロ 400H なんてもう廃盤だから、そうそうそう、そのこのレシピで再現するしかないみたいな、ね、なかなかないですよね、そのうちもうね在庫もなくなっちゃう、そうですね、なんか再現性が失われていってしまうので、テスト使用にもできない、ああそうか、元がなくなりますもんね、そうです ね、 そうすね、僕はまだいくつか持ってるので、もうちょっと追い込もうかなとは思ってるんですけど、確かに確かに、結構いいレシピができたので、今回の本ではそう、
パチッと、ね、結構そこの部分美味しいですね。美味しいです、うん、絶対それやりたい方いらっしゃると思うんで、なんかフィルムってやっぱり高くなってきちゃうから、やっぱ本数取れないとか、なんかその気楽に使えないってなってきた時に、はい、やっぱりオールドレンズとかそのミラーレスとかって方に来る方って多いと思うんですよね。で、その最たるものがやっぱり富士のカメラのフィルムシミュレーションだと思っていて、やっぱりフィルムの値段の高騰もあるし、今フィルムをちょっと高いんでやめてデジタルに行きたいなって方も結構増えていっていらっしゃるので、まあ富士じゃなくてもアルファとか、まあライカとかキヤノンとか使ってもちょっとまあフィルムっぽく、オールドレンズを組み合わせるとフィルムっぽく撮れるっていうところをフィーチャーしたんですよね。結構実用性の高い本になって、いやそうですね特に合わせ技で買っていただきたいですね。そうですね、なんか1買われた方は2買うとよりそのなんかあれが分かるって感じしました、はい、うん、あ、そうですね、内容を見せていただいて、はい、これはまあレンズ の特徴を載せていて、そうですね、はい、うん、そこから掘り下げて、ここからちょっと選抜したやつに関して深掘りしてるって感じですもんね。はい、うん、でいろんなレンズでも応用が効くように記載はしてるので、うんうん、はい、なるほど、うん、いやなか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 奥深いですね。いや、ありがとうございます。はい、まあいい本書けたかなとはちょっと、ああ、うん、ちょっとこれは期待ですね、はい、ありがとうございますぜひね、あの店頭でもこう店頭とかに置いてあって、はいはい、パラメーター見てもなかなか覚えられないんで、うん、そのままレジに持ってってもらえると嬉しいですね確かにこんなんなんだと思って、いやさっき言ってましたけどフィルム高いから、はい、いやそうそうフィルム代だと思えば、そうそうそう、隣にプロ 400H とこの本置いてあったら値段一緒だったら本買うかみたいな、うん、そうですね、あのずっと使います、そうですね、はいはい、で一応フィルム3本分の載ってるんで、はい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 、はい、それはいいかもしれない、はい、元取っていただければいいんじゃないかなと思ってますけどね。なるほど、いや、はい、今日結構ね貴重なお話を聞けて、はい、ありがとうございます。いや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 、はい、ありがとうございます、はい、5月の31日が31日火曜日、はい、で、あの概要欄の方にもね、リンクの方、 Amazon のリンクの方とか貼っていただいてますので、気になる方はぜひチェックしてみてください、はい、あとですね、あのもしよかったらチャンネル登録、そうですね、はい、大事ですね、あとコメント、なんかあの質問とかあったらコメントいただければ、改めてちょっとあのアマさんに聞いてなんか答えたりとかもできると思うので、なんかあのコメントありましたらいただけると嬉しいです、はい、ぜひですね、はい、僕のツイッターとか、はい、あのインスタグラムとかでも聞いていただいても全然構いませんので、はい、はい、ということで今日はありがとうございました。ちなみに今回あのちょっと後編ということで、はいはい、今度あの僕も実は、いや出ましたね、買いました本、あ、すみません、ありがとうございますあの逆に今度僕50本買ってるっていう、地獄のね完全に逆なんですけど、いやもうその苦労が分かってるから、はい、この本あ のちょっとトークを、はい、あのさせていただきたいかなと思いますので、引き続き、ね、よかったら、はい、そちらの方も見ていただけると嬉しいです、はい、今日はどうもご視聴いただきありがとうございます、はい。